噌汁。はい。お薬飲んだ？うん。お薬飲んだ？飲んだ。飲んだ。はい。で何よじいちゃん。ん？なんか何？何？何渡したいものがあるって何が？何が？渡したいものがあるって何？僕はお金で。何お金って？何のお金？お金はね。あなたが北海道に行くっていうことになったので旅行、ね、まあ仕事だけど、うんうん、旅行でもあり旅行とか仕事か分かんないけども、うん、行くっていうことなので、うん、北海道には美味しいものがいっぱいあるんだよ、うん、だからそれを食べてくるものと言って、うん、あなたにお小遣いとしてあげようと思ったらあなたが早く行っちゃったんだよあ、そうだったの、うん、だからやりようがないからって言って帰ってきてからさあやるんだな何もう帰ってきてからじゃ本当は遅いんだけども 遅いくらよ1万円1万円も、うんあうん、あおそんなとこ入れてたんだよくれんの、うん、これを北海道で何か食べたのの足しにするようにって、うん、あんたにあげようと思って待ってたんだだから今あったからあげるってこれで何か食べてくださいで嬉しいんだけどよおじいさん、はい、あの俺もじいさんと北海道行けなかったろ、はい、今回でね、はい、北海道行けなかったからさ、うん、一緒に北海道を堪能しようと思ってさ、うん、なんだ北海道今日いいお寿司頼んでたなんだこれあいやいや今日いいお寿司を頼んでたのよあじいちゃんと北海道行けなかったからと思ってありがたいね2人と2人 まさかこれを期待したいやそんなことないそんなことないな本当にそんなわけじゃない、うん、俺のお金出しちゃんと払ったの、はい、ありがとうございますいえいえいえ二人とも優しかったね大変だなだからじいちゃん取っときな何か使えないよまたいいよいいこれはあんたにあんたのごちそうっていうことであげたんだから あんたはじゃあありがたくいただきますよはいありがとうございますうん何回も断るのもね俺も欲しいし、はい、ありがとうございます一人の孫なんだからああ記念にはいいなと思って、うん、待ってたんだありがとうな、はい、と思ってなんか思い出として食べてください。ありがとう。なんだよ。だから俺は向こうでさ、海鮮は食えたけど寿司食えなかったんだよ。たまたま時間なくて、うん、どこ行ったの北海道の登別と登別温泉だな登別はよくご存知で登別と、うん札幌行かな札幌行った札幌行った登別札幌、うん、あとあそう旭川旭山旭川旭川うん、うんあそこは行かなかったんだ、網走には網走遠いもん、うん、一番端っこ、飛行場が分かるか飛行機も高いじゃん、そんな1000円、うん、2000円で行けないからさ、うん、そんな高いからな、今ね、うんうん、でも仕事なん2日目の朝が仕事であ他はもう観光あそう、うん、でお世話になった方にも会えたしだからあれよ、うん、その登別のホテル天皇陛下が泊まったホテルでそのお部屋泊まったの俺本当泊まらせていただいたの旅館から言われたんだここは天皇陛下が泊まった部屋だよ、うん、だ上皇様ねだから今の平成天皇様よいしょはい、じゃあ食べようかはい悪いね
はい、こちらこそお茶碗に預かりまして、はいはい、いただきます。はい、どうぞいただいてください。じいさん、あ、はい、はい、ごみ貸して、はい、ああ、北海道のごちそうと同じだな。北海道のお寿司ではないんだけどね、はい、いただきます。いただきます。ありがたい。まさかお金くれると思ってなかったか。はい、どうもどうも。どれがいただくか。誰でもいいよ。どれがいいかね。これはなんだ。それウニだよ。ウニ、うん、おー、じゃあウニからいただく。ウニから、贅沢だね。はい、これアワビだからじいちゃんあんま苦手かも。はい、硬いからね。うん、おいしい。笑顔だね、うん、元気だったの、うん、この3日間ぐらいは元気だった、うんうん、なんか不安で寝れなかったみたいなこと言ったじゃん。 俺のことが不安でみたいな。自分かどっちだわかんないけど、アシュエスマックだなあ、うん、聞いたよ。ありがとう。何が不安だった、うん、じいちゃん、何が不安だったの。別に不安ってのはいいけど、やっちゃんはなんとも止まったんだ、うん、あ、じゃあやっちゃんが不安だったんだ、うん、じいちゃんが不安に思ってることはなかったの、うんうん、それはそれ寂しいな。おいしい。おいしいな、うん、寒くない？寒い？寒くない。じいちゃんにもお土産買ってきたから。ありがとうございます。うん。で、リラックスできたからね、俺は十分に。うん、でもこれ何よりのごちそうだな、うん、ありがとう、うんね、じいちゃん左手出しゃいいじゃん、うん、じいちゃん、うん、左手出しゃいいじゃん、そう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 、いいよ、食べちゃダメ、いいよ食べちゃダメだよ、俺が食うんだよ、いいね、あんたね、ウニ食っていくら食って贅沢な食い方するね。でも北海道の場所と場所が遠いな、全部な、うん、バスなの。4年前にお世話になった人に車出してもらってさ、車、うん、おお、よかったな。3日目はね、本当にお世話になったよ。嬉しいこと言ってくれてさ、4年前は俺金なかったからさ、全部その人出してもらったの。あ、そう。お金も出してもらって、ご飯代も出してもらって、うん、で、移動費とかも出してもらって、しかも家も泊めてもらってさ。ああ、ほんとよかった。4年前に行った時ね、うん、別の仕事で。で、その時の恩返しって、今度は俺が全部ごちそうしたんだけど、うんうん、それでもごちそうし、向こうの人、向こうの人、うん、
それでもご馳走しきれないじゃん、こっちはお世話になってるから車もまた出してもらってるわけだし、いい日だったよ。ありがたいな。ありがたい、本当に。右手震えてんな。右手が震えてる。重いからか？ん？重いからか？うん。箸置いて。箸置いて。箸を置いて、両手伸ばしてみて、まっすぐ。左が震えるの分かんないよ。あ、右も震えてきたな。寒いわけじゃねえべ。うん、ね、グッパーグッパーして、手伸ばして、手伸ばしてグッパーグッパーグッパー、はい、1、2、3、4、5、戻して、1、ちょっと震え、しびれがあるな。でも、持てるは持てるもんな、でもな。大丈夫なんだ。うん。まあ、今度また病院行くから。あ、病院今週中に行かないと俺来週行けねえんだ。どっかで行かないとな。北海道さ、安いのよ、どこも。海鮮のお店入ってさ、もう友達2人でたらふく飲んで、たらふく食ってさ、 1万円ちょっととかなんだよ、2人でね。ジンギスカン屋さんもこれ食ったなと思っても7000円とか8000円でさ、ただね、ただね、ちょっともう一番安かったのはさ、札幌から旭山動物園っていうところがあるのよ、うんうん、で、そこの往復チケットプラスバス代、あと入場券、全部ついて6700円なの。めちゃくちゃ安いのよ。で、その中で一番高かったのが、なんか登別って温泉街じゃん、あとクマが見れるんだって。クマさん、ガオクマさん、なんだ、動物園で話しないか、話しがいではないけど、動物園だとクマ牧場みたいなのがあるの、登別は。そこが結構観光地みたいなとこなんだけど、そこがさ、大人一人さ2650円すんの。高いな。高いだろ。うん、2人で5300円したんだよ。うん、2人とも驚いてさ、うん、高くね。初めて聞いた動物園で2600円ぐらいするの、うん、普通に1000円とかな。でも外国人がすごい多かったね、外国の人が。あれなんでなんだろうね。
2600円とは高いな。ごめんよ、なんて、なんて、2600円と高いで。高いべ、うん、クマちゃん見るだけで。で最後に行ったサウナなんてさ、うん、まあじいちゃんよりかは若いけど、もうおじいちゃんよ、うん、おじいちゃんがさ、サウナ一緒になったおじいちゃんがさ、ずっと話してんの、うん、大きな声で。で壁にはさ、黙って浴びるって書いて、沐浴って書いてあるの。うん、黙って入りましょうねって。サウナはみんな気持ちよくなってるところだからっつって、でコロナのこともあるし、書いてあるのにずっと喋ってんのよ。だから俺がもう 旅の途中だからいつもみたいに怒りたくないけど、うるさいっすねって言ったの。うるさいですねって、おじいちゃんにね、言いたくないよ俺も。うるさいっすねって言ったら、おじいちゃんが喋るのやめたのよ。喋るのやめて、あ、俺もよかったなと思ったら、また大きい声喋り始めて、うん、だからうるさいなーって独り言のように、うるさいなーってしっかり声出していったの。じゃあ止まるのよ。クマ、クマ、クマの話じゃない、おじいちゃん、おじいちゃん、うん、サウナで話してるおじいちゃんの話。そしたらもう何回注意しても、そっから注意したら止まるんだけど、また喋り始めるのよ。喋っちゃいけないとこなんだよ、そこは。おじいちゃんが最悪って、もすぐ出ちゃったけど、うん、で喋り同士、そう、説明じゃないんだ、うん、世間話よ。あ、世間話、うん、まあ北海道寒かった後、うん、だから寒いだろうな、うん、小指、エビ、ボタンエビ、この上でか、この上で。プリプリなエビが。北海道行く前さ、めちゃくちゃ体調悪かったの。めちゃくちゃ体調悪かったの。やっぱいいもん食って、いいお風呂とか入ったら体調良くなったな。すごい。めちゃくちゃ元気。うん、本当なんか ストレスもないし。なんでこういうこと？ん？いろいろあんだよ。あなたとの関係でもそうだしあなたとの関係でもそうだし、その他のめんどくせえこととか、うん、仕事もそうだしな、今日は散歩日和じゃねえな、寒いな、
もうこっちなんで、うん、あ、いいの、うん、これこたつ、こたつにすっかな、これこたつの方がいいだろ、これ足入れられて、うん、おじいちゃん、うん、これだよな、なあ、うん、釣れないようになれるんだけどな。じゃあこれ柔らかいよ、これ、うん、いらない、うん、こういう、うん、だからこっち食べて、こっち、こっち柔らかいから、はい、ほーん、あ、美味しかった、うん、すごい良かった、柔らかいべ、うん、美味しいな、うん、じいちゃん今自分の介護レベルとか分かってるの？ん？自分の介護レベルとか分かってる？分かんねえか。分かんねえよな。じいちゃん今要介護3な。3。意外とね。わかんねえんだ。わかんねえよ。1,2,3なんてわかんねえなあ。うん。要支援1,2ってなって、要介護1,2,3ってなって、3,4,5,6,6?5 まであるのか ?6 まであるのか、あ、もう6まであるな。で、あなた今そんなんだよ。みんな3人見えないって。うん、すぐ悪いことないよな。悪いことないわさ。みんなやってくれるの。うん、ああ、美味しいな。いや。卵食わねえのか？ん？卵。卵。卵食いなさい。あ、もう腹いっぱいだ。はい。お腹いっぱいだ、ほんと。なあ。うん、寿司頼んで、お前がけないごっつおだった。俺もお前がけないお小遣いだったよ、うん、最高だもよぎね、ごちそうになりまして、ありがとうございます。はい、ごちそうさまでした。よかったね、はい、だい、嬉しい。